白のユニフォーム高さ強さの北海道か、青のユニフォームスピードの福岡か、バスケットボール少年女子決勝です。まず白のユニフォーム北海道がボールを持ちました。本川のレイアップシュート。まず18歳からの日本代表フォワードの本川の得点で北海道が先制しています。ナイスプレー。10番のフォワード津田。福岡も持ち味の速い展開で2対2の同点です。フォワードの本川から町田、はい、そしてハイポストに代表の長岡です。そしてもう一度本川、そうですね、インサイドの特にあのマッチアップに注目したいですね。この11番が長岡、はい、そこに3人がつきましたが、ポイントガードの町田うまく奪った。さあ福岡の速攻ですが、逆に北海道ポイントガードの町田遠目、佐藤はスリーポイントが得意。ナイスシュート。昨日はこの佐藤が5本のスリーポイントを決めましたが、はい、今日も最初のスリーポイントを決めてきました。特に昨日はあの勝負どころでのね、佐藤選手のスリーポイント見事でしたよね。福岡もスリーポイント、これは短い。リバウンド北海道、本川が持ち込みます。代表の本川ストップシュート。リバウンドは福岡がこう抑えます。1年生のポイントガードの安永がシュートまで来ましたがファールもらいました。あ、失礼しました、ファールではありません ね、はい、今日の試合主審レフリーは大野武雄さん、副審アンパイは中岳公子さんで試合が進められます。ボールが出て福岡ボールで再開。さあ序盤福岡はついていきたいですね。ゴール下にうまく入っています、はい、渡辺うまく奪いました。白根のシュート、早い攻守の切り替えから福岡、これで5対4北海道のリード1点。町田、そして代表の長岡、長岡が遠目でボールを受けてうまく絡めました福岡。そして持ち味の速攻、1年生の安間決めてきました。落ち着いてますね、1年生とは思えませんね。これで福岡が逆転6対5。まあ、安間選手1年生とはいえ、はい、全中ですとかそのジュニアオールスターですとか、まあ、キャリアは十分なんですよね。沖縄県の出身の安間、北海道を率います上島監督です。札幌山の手を率いて40年、今年全国高校総体で初の全国制覇を果たしました。その山の手の選手が12人中10人を占めている北海道。さあ外から打ってきたリバウンド、ナイスバンド北海道、はい、長岡です。はい、このリバウンドで強さを見せました世代別の日本代表の長岡です。特に長岡選手というのはこのリバウンドも素晴らしいですが、まあ、インサイドそれからアウトサイドのシュートも非常に柔らかい、能力のある選手ですね。今年の北海道は特にこういうオフェンスリバウンドが強いですから、福岡はそこを注意しなければいけませんね。さあフリースローは落ちて福岡です。ハイポストの位置シュートに持っていきます。リバウンド、ここのリバウンドは福岡です。津田が取って白根のシュート、4番のシューティングガードの白根。さあこの福岡をまとめるのが池田健二監督です。九州都市から今年名前が変わった福岡大若葉を率いて24年、高校総体5回の出場があります。本川ですね、ここも北海道の本川です。フォワードのこの本川、そしてセンターの11番の2年生の長岡、このインサイドの近くでプレーすることが多い2人が得点源。福岡のシュートは短く落ちました。北海道のボールに変わります。まあ、身長的にあの福岡っていうのはちょっとミスマッチが起こるんですが、今のところそういう、こうミスマッチみたいなのを感じさせないオフェンスとディフェンスを展開してますね。ゆっくりと周りの状況を見ながらボールを回す北海道に対して福岡は早い攻守の切り替えで対応しています。ここで福岡は8番の渡辺が下がりました。そして5番の神崎を入れてきています。さあ本川です。本川に津田がつきますが落ちてリバウンド、ここもリバウンドを福岡が取りました。そうですね、いいですね。どうか代わって空いた神崎、遠目で1年生の安間ゴール下に入って、欲しい、ラインを越えました。北海道のボールに変わります。あ、1年生のこのポイントガードの安間がキレのある動きを見せてますね。そうですね、今のところあの4番の町田選手、北海道の今もとにかく精神的な柱なんですけれども、はい、この選手にあの自分のリズムでプレーをさせてませんね。そして北海道は9番の佐藤に変えて、
西側が入りました。15番の西側が入っています。長岡選手は今ちょっと休んでますね。長岡も出ています。うわ、ナイスブロック、ブロックした。福岡の14番の松本のブロックから速攻、また安間ボールした。福岡がよくリバウンド取れている。そしてアウトサイド3ポイント。さあ福岡いい形ですよ、はい、インサイドに入れる。外本川、本川、北海道はもう少し、もう少しインサイドに拠点を作りたいですね、はい、本川ここは外で受けます。中に入って11対11、これで同点です。大会を通じて北海道がリードを許すという展開はここまでありませんでしたが、第1クォーターでまず福岡が一度はリードして、ここで今また北海道が追いついています。まあ、でも福岡は本当にこれタレント揃いというか、いろんなチームから今後になってますけれども、とにかく能力高い選手集まってますからね。さあまたパスが通る。うまいうまいうまい。フリーを作って決めてきました。15番の西側、札幌山の手の選手が多い中で、この西側は札幌創成高校の選手。はい、綺麗なシュートでしたね。さあまたゴール下に飛び込んでいった福岡の5番神崎がファウルをもらいました。中村学園の、選手ですが、非常にドライブもありますし、トリッキーなプレーが上手ですよね、はいはい、さあここで福岡は選手が交代します。白根と松本が下がって、6番の安間と11番の田中が入りました。そして北海道も11番の長岡が戻ってきました。これで13対12。まあ、この大会は全て途中出場なんですが、それでも神崎がチーム一番の得点、これで33点目を決めました。第1クォーター15対13、北海道のリード2点。高さは足りないもののスピードで対抗している福岡が、夏の高校総体チャンピオンの札幌山の手を中心とした北海道に離されずにここまでついていっています。さあそして2年生の代表の長岡、外に出して西側のスリーポイント、落ちてここもリバウンド津田が取りました。福岡1m68cm ですが、よく体を伸ばした。福岡っていうチームは身長は足りないんですけれども、オフェンスリバウンドも大きいチームと戦い慣れてるんですね。そういう意味では非常にこう物落ちせずに、なんていうんですか、自分のリズムでプレーができていると思います。そしてポイントゲッターの神崎も途中から出場してよくゴールを決めています。町田に3年生の坂口、ポイントガードの対戦は町田が強引に行く。そして福岡カット、よく守ってますね。坂口が持ち込みます。外津田大きく振ります。7番角、ああここもリバウンド福岡、坂口のシュート、おー決めた。8対15、福岡再び逆転。北海道もアウトサイド、高田がなかなか点が取れないところで、今日は取ってほしいと話していた北海道の上島監督。ファールがありました。8番の渡辺、そして14番の松本が入ってきました福岡です。再び代表の渡辺が戻ってきている福岡です。リバウンドここも福岡、ポイントガードの坂口、外に回して渡辺には同じく代表の本川がついています。簡単には出せない。須田が外からシュート、リバウンド長岡、そして谷村、長岡が抑えました北海道。おすかさず行ったのは福岡の代表の渡辺。あ、18歳以下の代表が先を読んでプレーしています。第1クォーターは18対18で、まもなく残り1分30秒。外に出して西側、白いユニフォームの北海道、町田、
そして代表の長岡です。18歳以下の代表の長岡、自分で入っていく。カリムはつきますが振り切りました。11番の長岡、今日 4本目のシュート、4点目。津田、そして白根のシュート、落ちてリバウンド、オフェンスリバウンドも頑張る福岡。ここは渡辺のファウルを取られました。いや、バイオレーションですね。失礼、バイオレーション、はい。まあ、でもよくね食いついてますね。こういうルーズボールは福岡 のいいところですね。エッドラインを超えたんですね。20対18、第1クォーター、北海道のリードは2点。残り間もなく第1クォーターは1分を切ります。センターの長岡が、そして本川、うまく手を絡めた。1年生の安間、福岡、その安間から、1年生の安間、よく遠くを見ていました。松本、そして神崎にファウル。北海道のファウルですね。町田かな。今コースを読んだんですけどね、惜しかったです。はい、北海道のポイントガードの町田がカバーにいたところでファウルを取られました。ここで福岡5番の神崎に代わって7番のシュート力持ち味の角が入ります。このようにこうシューターが多いんですね、福岡は。そうですね、そのシューターが非常によく動き回ってスピードでここまで得点を伸ばしてきています。白根、シューティングガードの白根のシュートが決まって20対20。町田、そしてもらいに来た高田、外に出して本川。北海道はここは早いテンポでシュートまで持っていきました。22対20、残り20秒を切ります。第1クォーター、松本のシュート。2年生の松本です、福岡。これでまた同点、時間はほとんどない。ここも福岡が抑えて残り5秒を切っています。角がシュート押したところで第1クォーター終了です。高さ強さの北海道、スピードの福岡、持ち味を出して第1クォーターは22対22同点です。国体バスケットボール少年女子決勝、高校チャンピオン、夏の高校総体優勝の札幌山の手を中心とした北海道、そして5チームの混戦メンバーで挑む福岡。第2クォーター始まります。22対22の同点。17歳18歳以下の代表の長岡、そして福岡の18歳以下代表の渡辺、この8番、世代別の日本を背負う選手が試合序盤から活躍を見せています。第2クォーター、ブルーのユニフォーム福岡のボールからスタートです。ポイントガードの坂口、外に出して渡辺です。渡辺、代表の渡辺、中に入って3人引きつけて外、神崎のシュートは決めてきました。24対22。こういうシュートを落とさないところが福岡の試合巧者というか、本当に練れた試合を見せますよね。ベテランみたい、本当に。さあ元川に入った、そして外、西側、遠目から打ってスリーポイントは落ちます。リバウンド福岡、走ります。神崎、わー、連続得点。よく見えてるな。非常に走り出しも早く、それをよく見ていました福岡。リバウンド長岡を抑えます。北海道、外を回して町田、ポイントガードの町田、そして西側フリー、押して、ここは札幌のオフェンスガードが強い。もう一度中、今度は本川です。長岡から外、町田のスリーポイント、もう一度、北海道がリバウンドを取れるようになってきました。落ちて、最後のシュートは福岡がリバウンドを抑えたところ、ファール。15番西側のファール。北海道は焦ることはないんですけれども、今とにかく福岡のペースで試合をさせられている状況なんですよね、はい。だからもう今まで自分たちのバスケットでいいんですよ、インサイド中心に得点をするということを考えればいいと思います。
北海道は15番の西側に代わってスリーポイントが得意な9番の佐藤がまた入ってきました。福岡津田、そしてポイントがある坂口、今度は自分で引きつけたから谷村、松本です。シュート決まりました。福岡がこの試合最大の6点差をつけて28対22。松本が物おじせずにプレーしてますね、はい、キャリア的には、まあ、上の長岡選手に今日マッチアップしてるんですけれども、14番の松本、国体少年女子決勝です。第2クォーター28対22福岡がリード。さあまたセンターの長岡に入ります。そこには14番の松本、松本と長岡、外に出して本川、外、町田、よく守っている福岡、外から打っていった、短い、少しリバウンド北海道、長岡強さを見せました。北海道が少しずつリバウンドを拾えるようになってきました。14番の福岡、松本は3つ目のファウル。この辺りがね、松本選手非常にリーチが長くて能力がある選手ですけれども、やっぱりファールをこうせざるを得ないというか、はい、かさんじゃうところがまだちょっと経験が浅いのかなという気がしますね。さあ上嶋監督の指示を受けた4番の町田、この町田が北海道の攻撃を引っ張ります。長岡決めました。17歳以下の代表では今年世界選手権5位、そして18歳以下の代表では今年アジア選手権準優勝に貢献しました。さあ福岡外を回して、またこうしてよくボールを出した後選手が動いていきます。ポイントがある坂口へのファール。福岡は14番の松本に変えてセンター谷村が入ってきました。15番、おっと津田、うまいですね。うまくゴール下で体を入れてきました。1m68cm なんですけれども、非常にジャンプ力があってリバウンドも得意な選手です。またゴール下、長岡、長岡、あーファールありました。そうですね、北海道はこの形でいいと思いますね。まあ、今日はこの11番の長岡には、福岡は14番の松本がずっとついていたんですが、この第2クォーターですでにファール3つ、そしてこの今15番の谷村に変わりましたが、谷村もこれで2つ目のファールとなりました。そうですね、ここをファール込んじゃうのは厳しいですね。福岡特に長身選手少ないですから。ただリードしているのはここまで福岡です。北海道決めて点差は5点、30対25。第2クォーター北海道が5点リード、30対25。渡辺遠目のシュート、リバウンド福岡です。バスケットボール少年女子決勝第2クォーター、北海道が25点、福岡30点、福岡リードで進んでいます。またインサイド、本川シュート、はい、左利きですからね、左のドライバー得意ですよね。本川今日これで10点目。この選手174cmありますけれども、ドライブもできますし、非常に瞬発力のある柔らかい選手です。さあスピードで対抗したい福岡、津田が少し苦しい体勢のシュート、あーリバウンド、ここ北海道ポイントガードの町田が運びます。町田に代表の渡辺、あかなり深いところに持っていった。西側ファールは福岡のファールを取りました。9番坂口のファール。坂口も見て分かる通り 1m52cm と非常に小柄な選手。福岡はシューターの7番のこの角が戻ってきました。福岡の選手って非常に自分の高校でやってる時よりも表情が柔らかいんですよね。まあ、本当にこう言ってみれば福岡のオールスターという形のチームなので、はい、オールスターを楽しんでるっていう感じが非常に見えますよね。佐藤のスリーポイントをして福岡、
徐々にこの北海道の戻りも早くなってきて、北海道はリバウンドですね。今リバウンドがどうしても福岡にあの人数が多いんですよ、リバウンド飛び込む人数が、はい、ああ、だから北海道ここ飛びます、はい、やっぱりしっかりリバウンドを取って北海道本来のオフェンスを仕掛けたいところですね、はい、町田から本川、はい、そしてああ長岡には入れない、福岡の津田のディフェンス、そして津田のシュート、速攻の走り出しが早いこの津野、ね、本当こういったら抜け目ないですよね、はい、これ32対27、福岡のリード5点、本川に入れて外、高田、あよく足が動いている福岡ですが、高田落ちる、リバウンド一生懸命取りましたがパスミスになって福岡です。ゴール下で津田、ここまでは運動量では福岡が勝ってますか。そうですね、38対32、福岡6点リード、第2クォーター残り3分20秒から試合が再開します。18歳以下の代表の8番の福岡の渡辺、北海道5番の本川から長岡、そしてもう一度長岡、ゴール近いところで取った、そして外に出して高田のシュート、落ちてリバウンド、リバウンド、北海道長岡を抑えます。もう一度長岡、高田のドライブ、外よく見ていました、スリーポイント得意の佐藤、落ちます、ナイスバンド、あリバウンド福岡、ここも2年生のセンターの谷村が抑えました。福岡、渡辺のストップシュート、うーん来ませんね今日ね、なかなか伸びませんね、逆に北海道の速攻、本川、しかし福岡がよく戻る、はい、サゴミスバチラ、あっと長岡、しかし外に出します、町田のスリーポイント、落ちてここに長岡、ナイスバンド、5番の神崎、10番の津田と福岡の選手が飛びましたが、その上からこの11番の長岡、ここもファールでフリースロー2本が与えられます。17歳なんですが、18歳以下の代表でも中心選手として活躍しているこの長岡です。2本揃えてきました、選手が交代します。福岡神崎が出て4番の白根が入ってきました。38対34、第2クォーター残り2分半を切って福岡がリードしています。4点リードの福岡、外、白根、シューティングガードの白根、戻して1年生のポイントガードの安間、中、2年生の谷村、惜しい、このパスはよく北海道が読んでいましたが、またリバウンド福岡、ループボールを、ね、福岡がよく抑えるんですよね。そこからの得点というのが、まあ、北海道にしてみれば非常にもったいないですね。さあ元川、そして長岡に入るところ谷村がつきますが、ルーズボールになってもう一度北海道、元川、ああこの福岡、18歳以下の渡辺絡め取って速攻、ああ難しいシュート決まりました、40点台、42対34、福岡リード、リードを8点に広げました。ここも落ちる、なかなか今日は北海道のシュートが決まりません、町田がね仕事させてもらえないんですよね、はい、あバスケットカウント、ワンスロー、ここも福岡速攻から、今日最大の10点差がついてさらにフリースロー、あっとこのシュートは渡辺外しましたが、ここも福岡が拾って攻撃につなげます。そうですね、リバウンドはしっかり抑えないとダメですね。渡辺短い、高田のリバウンド、北海道こういうところね、あもう一度取り返した、よく福岡渡辺取り返して、安間1年生、あっと落ち着いてシュートに打っていたんですが、やや距離が短かった、逆に北海道の佐藤がバスケットカウント、
着いてよく見てましたね。押されながらも空いてる方の手でボディバランス取りながらよくシュート入れましたね。相手の体から遠いところに手を置きながらジャンプ、このシュートも決めてきました。残り1分を切っています第2クォーター。渡辺、得点を伸ばしてきている福岡の渡辺、ああここはいません。今日渡辺、まあ、本当に福岡はこうしてメンバーチェンジ激しくして、まあ、いろんな選手使いますけど、はい、まずこうあの力が落ちないですよね。どの選手が出てきてもあの福岡らしいバスケットを展開してますよね。渡辺に変えて神崎、そして安間に変えて白根です。中、長岡と谷村、うまいうまい、あフォローに入ったのが元川です。5番の元川、これ12点目。今みたいに北海道は長岡選手がインサイドでボール持ったときに福岡の選手やっぱり集まりますから、はい、そういうときにその周りの選手、空いた選手の動きというのが鍵になりますね。今上手に合わせましたね。ただ北海道にファールがあってチームファール5つを超えていますので、ここも福岡にフリースロー2本が与えられます。ファール3つになって変わった松本と交代して出場しているこの15番の谷村。この谷村もマッチアップはあの11番の長岡なんですけれども、ここまでよくついてってますよね。あの元々中村ではスタートの選手ですからね、はい、そういうキャリアは十分あると思います。佐藤、あ町田フリー、5点差に詰め寄って残り25秒を切っています。佐藤選手がよく見てましたね。この選手も2年生ですけどいいプレーしますね。落ち着いて北海道の9番フォワードの佐藤、福岡が回します。中、これは読んでいました。北海道ターンオーバー、元川の足が絡みましたがプレーは続きます。残り時間がない、46対41で福岡リード、前半を終えています。国体バスケットボール少年女子決勝、福岡が66対61、北海道に5点リードしてこれから第4クォーターに入ります。夏の高校総体チャンピオンの札幌山の手の選手が中心の北海道に対して、高校総体準優勝の福岡中村学園女子を中心としたメンバーで臨んでいます。ただ福岡はそれだけでなく強豪ひしめく中、聖火女子、そして福岡大若葉と全部で5つのチームの混成メンバーでこの短い期間で連携を高めてこの決勝まで勝ち上がってきました。まさに福岡オールスターですよね。常に県内でこの3チームがしのぎを削ってますから、そういう意味ではそのライバルチームが1つのチームでプレーをする楽しさっていうのをあの存分に味わっているような気がしますね。まあ、この世代は高校3年生は中学生の時にジュニアオールスターでも全国制覇の経験があるメンバーが揃っているという福岡です。あ、ナイスリバウンド、よく抑えましたね。はい、石川のファール、あ、そう、谷村のファール。この15番福岡の谷村もファール3つ目になりました。早く手を離した、高田のシュート決まりました。さあ追い上げたい北海道、66対63。しかし福岡の速攻、白根、こういうディフェンスの隙をまずこう見逃さないですよね。68対63、点差5点、福岡リード。ここがね、町田選手の、ね、マッチアップも非常にあの、ね、はい、効いてるんですよ。1年生の安間のディフェンス、中に入れる、ここはカットする福岡。でこういうところでやっぱりターンオーバーするのが北海道がちょっと今日リズム取れないところですね。4番の白根から中、渡辺、ここには北海道の町田のディフェンス。この町田が、いや谷村と、あ、ミスマッチになって長岡のシュートでしたがファールになりました。長岡選手ね、ちょっとこのファールの手を意識しすぎて、はい、あの審判の辺がなるだろうと思ってちょっとまあぶん投げちゃってるところがあるんですよ。あれ、普通にシュート行ってバスケットカウント狙えばいいと思うんですけどね、審判のファールがならないケースも今日何本かありますから、ちょっともったいないですね。この間に福岡は渡辺が下がってまた神崎が入っています。
このフリースローを落とします。これ入れときたいですね。点差5点です。68対63。2本目を決めてこれで4点差。さあ第4クォーター最初の1分が経過。福岡外、今日得点を伸ばしている神崎、神崎ここまで12ポイント、はい、外1年生の安間ポイントガード、どっからも攻めれますよ。ナイスです。はい、ここは北海道のパスコースを読んでいました。町田が自分で行く、よく見てます。はい、上手長岡がしっかりとこの4番の町田のルートを作りました。決してスピードがあるわけじゃないんですけれども、しっかり見て空いてるところスルスルスルと入ってきましたね。さあこれで2点差です。神崎、福岡はここでまた突き放したいところ。あーショットクロック5秒4秒、打ちたい打ちたいが千代のシュートは短い。2ラウンド北海道、さあ北海道同点のチャンス。本川、町田は中へ、あーここでファール、福岡4番の千代のファール、今日2つ目。さあ福岡ちょっと正念場ですね。ただこういうところで簡単に引き離されないのが今年の福岡のチームの強さですね。そしてファール3つの谷村に代わってファール4つの松本が入ってきました。14番福岡、個人のファールは5つでファールアウト、退場となります。まあ、さあ今日は谷村選手も非常にいいリズムでプレーしてますから、はい、ある程度松本選手ファールアウトしてもいいだろうという判断ですね。落ちます。長岡ここは粘った、あ、ラインを越えた、ラインを越えました。エンドラインを越えて福岡のボールに変わります。ここ、決め切りたいな。長岡はここまでただチームトップの17点を決めてきています。逆にまだ10点台に収まとどまっているという見方もできます。外、角、中で神崎、まだあります。ショットクロック5秒、4秒、早く打った神崎、短い、あーリバウンド、須田、あーっと落ちた。さあ逆に北海道、点差は2点。町田、遠くの坂田を指して真ん中で長岡、もう一度長岡、そこに津田、カットした、こういうね、いいディフェンスです。ターンオーバーもったいないですね、北海道は。外、角、かわして、おー決めてきた。70点台乗せました。70対66、点差4点に広げて、ここでタイムアウト北海道。その得意のジャンプシュートですね、綺麗なジャンプシュートです。よくストップして、そして真上にジャンプして決めてきました。バスケットボール少年女子決勝第4クォーター、70対66、福岡リードで残り7分を切っています。ハイポストで長岡、そこに福岡のディフェンス、大きく振った、高田のスリー落ちて、長岡強い、強いですね。もう一度長岡、長岡に松本、松本を振り切って、はい、あ個人技を見せました。得意のステップですね。これで20点目。ボールが出て北海道ボールです。ちょっと福岡今のターンオーバーもったいなかったな。さあ点差2点、同点に追いつくチャンス、はい、北海道。福岡は守りたいですね。まあ、今の福岡連戦ですからね、はい、ぴったりとこうマンツーマンでついています。中、さあ長岡に入った、長岡に松本、もう一度同じようなプレー、あー同点、70対70、追いつきました北海道。さあそして福岡は中に入って神崎、強引に打っていって落ちます。リバウンド北海道が、いやジャンプボールシチュエーションです。よく抑えましたね。これ福岡は松本じゃなくて谷村でもいいような気がしますけどね。今日長岡に対してのディフェンスは谷村悪くないですからね、はい、スタートは14番の松本でした。今日20点目に乗せてきました北海道の得点源の長岡2年生です。
長岡を中心とした攻撃は後半徐々に出てきた北海道が点差を詰めて、そしてついにこの第4クォーターで追いつきました。まあ、改めてこの北海道、この長岡を中心としてどんな攻撃が良くなってきたんでしょうか。長岡のインサイドがまあこうやって機能してきたこと、それからそれに対して福岡が集まってきますよね。はい、このヘルプにあのまあ相手選手に合わせてスリーポイントがまあ入るっていう形で後半は追いついてきたと思います。一方の福岡ですが、ディフェンスからの速攻で前半得点を伸ばしました。ここから先何がポイントになってくるでしょう。そうですね、福岡としてはもうこのペースを、もうまず自分たちのバスケットを変えるわけにはいかないので、このペースをまずしっかりディフェンスで守って速攻を出すという、そのペースでいいと思います。さあそして福岡は今ボールを持ちましたのが15番の谷村、ファール4つの松本が下がりました。もったいない。北海道のボールに変わります。バスケットボール少年女子決勝、70対70、バスケットボール少年女子決勝70対70、同点で第4クォーター残り5分台に入ってきています。安間がいいレースしてますね。1年生の安間がついていって、町田にシュートを出せませんでした。町田は完全にペース狂わせられちゃってるんですよね。さあ神崎が飛び込んでいって谷村のシュート、うまいですね。神崎も上手でしたけど、谷村選手もこういうシュートを今日コツンコツンといい場面に入れてますよね。はい、戻らずにリバウンドを待っていた姿勢が得点につながりました。さあ長岡に谷村、しかし外から大きく抜いた。さすがここで町田。はい、このディフェンスを寄るなよっていう指示をさっきベンチで池田監督はしてたんですけれども、やっぱり長岡選手やられるの嫌ですからね、つい寄っちゃいますよね。あ、ここも外から決め返した福岡の神崎、決め返して74対73、福岡1点リード。簡単なシュートじゃないですよ、こういうのパシャンって入れるところが福岡の強いところですよね。またハイポストの長岡、ここに谷村、そのまま打っていった、そして自分でリバウンドに行く、奪った福岡、神崎、谷村、津田、神崎まだ遠いところで回している、そして神崎のシュート、すごい、詰めてこないなと見た瞬間に素早くシュートを放っていきました。76対73。さあ逆に北海道は長岡、またここでボールを持って谷村とマッチアップ、自分で行った、強引、うわよく入れた。バスケットカウント、ワンスロー。長岡選手ちょっとボール持つ時間が長いんですよね。ああいう風に長くなると、はい、こうやって福岡の選手今4人ぐらい集まってきちゃいますから、はい、もう少し早く判断することが必要だと思うんですけど、今はよく入れました。本当によく入れました。同点、再び並びました。さあ北海道ちょっと神崎選手のディフェンス頑張らないと。落ちて、あ、長岡ディフェンス、ああ取り返した、奪い返した神崎、まだ福岡ボール、そして谷村、ポイントガードの坂口、シューターの角、そしてリバウンド強い津田が入っていって強引、決めていった。 1m68cm をグイッと伸ばしていきました。ボールを持ち替えてますね。はい、さあ第4クォーター残り3分30秒を切ります。町田がボールもらえませんね。ここも引っ掛けた、まだ足が動いています。福岡外、角、やや短いが津田のリバウンド、もう一度福岡、津田の体がよく伸びます。坂口落ち着かせます、動け動けとベンチから指示が出ていますが、角落ちてリバウンド、おお、小柄な坂口が取りに行ってジャンプボールシチュエーション。福岡の選手小さいですから、はい、北海道の選手がリバウンドを取って下に下ろしたところを狙ってるんですよね。はい、そういうところで引っ掛けて、まあ、今回得点につなげるケースが多いですね。さあまたこの間に福岡は8番の渡辺が戻ってきました。残り3分を切っています。本川、町田、そしてハイポストの長岡、ここに谷村、そして元川です。左利きの元川が持ち込んで外、守ってますね。いや、よく動いています。長岡かわした、
あーこれはうまい個人技だ。中盤になって長岡が伸ばしてきています。渡辺、第4クォーター途中で戻ってきた渡辺、そして得点がある神崎、あー決めてきた。80点、80対78、福岡リード。ナイスです、ナイスです。神崎は今日20点目。北海道としてはまず中に入れたいところ。こういうターンオーバーがね、ターンオーバー福岡、あーとブロックした元川のブロック、北海道ボール。あーここは元川の素晴らしいディフェンス。よく手が伸びました。18歳以下の代表の元川。あの北海道はこの町田選手とそれからセンターまでの、はい、まあ、今町田選手ドリブルを振ってきましたけれども、あの2人でカットしました。センターまでにつなぐところでターンオーバーが多いんですよね、はい、分断されちゃってるんですよね福岡のディフェンスに。渡辺が早く打った、リバウンド北海道。あしかしここも最後まで諦めない。あ出た北海道、出た3対2チャンス北海道。長岡パスだ、落ち着いてますね。元川決めて同点、80対80。さあここでタイムアウトを福岡が取りました。終盤に入って長岡が得点を伸ばしてきています北海道。バスケットボール少年女子決勝、福岡対北海道、80対80。一時12点差をつけて福岡が得点を伸ばしたんですが、中盤に入って北海道がインサイド、18歳以下代表の長岡を中心に差を詰めて、最終盤は接戦になっています。残り1分23秒、追い上げている北海道に対して追いつかれた福岡ですが、今福岡のチーム状態としてはどうですか萩原さん。あの全然焦ってないと思いますね。あの福岡っていうチームは常に福岡県内で3チームが争っているような状況ですので、競ったゲームには非常に強いです。ですからこういう場面には慣れていると思います。さあこの試合展開に場内の歓声が今日一番大きくなっている第4クォーター、楽しんでる感じですよねこの雰囲気をね、うん、はい、残り1分23秒、80対80。第4クォーター途中から戻ってきた福岡の渡辺、そして後半実力を発揮し始めた北海道の長岡。ブルーのユニフォームの福岡からの試合開始。さあ神崎選手に、神崎選手はそうですね、しっかりつかないとダメですね。その神崎から渡辺、かわした元川をかわしてシュート決めてきた。福岡に点突き放します、82対80。そして長岡にいる北海道、外町田、もう一度長岡、長岡に松本、外元川から高田のスリー、なーリバウンドは、リバウンド北海道、はい、福岡9番の坂口のファウルを取りました。この本当に北海道の途中出場の石川選手、今日リバウンドでいい仕事してますね。そうですね、はい、今のリバウンドもすごい大きなリバウンドですよこれは、うん、はい、これ2つ決めれば同点になります。残り1分を切っています。あっとまず1本は外した、札幌山の手のセンターの2年生。2本目は入れて1点差、82対81。さあ時間はもうすでに1分を切っています。坂口、スピードを生かしたハーフコートでもこのスピードを生かした攻撃を見せる福岡。渡辺に元川、強引リバウンド、津田のリバウンド、168でこういうリバウンドを抑えますよね。元川、石川の上を行きました。さあショットクロック1秒、ターンオーバー北海道、長岡、元川、町田です。長岡に通る、長岡に松本、長岡、はい、長岡ファールありました。さあこれで福
福岡の14番の松本はファールアウト、ファール5つ目です。頑張りましたね。でも今日は本当によく、まあ、ファールアウトしましたけれども、長岡選手守ってましたし、はい、前半のオフェンスの貢献は非常に良かったですね。一人ではなくて何かこうベンチ全体で戦っているという福岡、まあ、当然このこの松本が下がってももう一人15番の谷村がいるわけですね。そうですね、はい、この2人で、まあ、福岡のインサイドになっているという感じですよね。非常に今日は、リズムよくプレーしています。今映っているのが15番の谷村、まあ、時間帯によってはこの谷村の方が長岡につくにはいいのではないかという時間帯も萩原さんありましたよね。今日はそうですね、はい、まあ、元々キャリアはある選手ですね、谷村選手も。さあ残り15秒です。勝負を分けるポイントといったら何になってくるでしょうか。とにかく福岡っていうのはどこからでも点を取ってくる、チームですから、北海道としてはまずディフェンスでその離さないことですね、はい、簡単にシュートさせないということ、それから福岡はやはりインサイド、はい、インサイドも注意しながら、まあ、北海道の飛び道具がありますから、はい、まあ、1対1でしっかりそこは守ることが大事だと思います。さあその前に北海道はフリースローからこれを2本揃えると逆転します。北海道82対81、福岡1点リード。外した。いや、タイムアウト明けのフリースローちょっと難しいんですよね。あ、そうですか、はい、さあ少し顔を歪ませて2本目を入れて同点82対82。さあ残り時間が10秒切る。坂口、はい、北海道はハンズアップすることですね。神崎動ける。渡辺スピードでいった。どうだ、チャージだ、オフェンスファウル。オフェンスファウルを取られました。そしてチームファウルは、あ、ここでタイムアウトを取りました北海道。まあ、最後のオフェンス、これ2点取ればいいところですけれども、渡辺神崎っていうところ2枚いながら渡辺に、託しましたよね。福岡は神崎でもいいかなって気はしたんですけど、うん、回したら3秒でパカッとされるから、で82対82北海道が第4クォーター追いついて残り3秒7からの再開となります。まあ、最後ワンプレーという状況になってきましたが、北海道は誰で決めていくか、そして福岡は誰につくかが大事ですね。そうですね、まあ、北海道はインサイドありますからね、長岡で行くとは思うんですけれども、長岡から外もあると思います。バスケットボール少年女子決勝第4クォーター残り3秒7、そして追いついた北海道82対82。ただ北海道は簡単なターンオーバーはダメですね、はい、これで2点持ってかれるような展開はいけないと思います。まずしっかりボールを受けること。さあ入れた、高田、元川、おー決まった、ブザービーター、すごい、84対82、最後の最後で試合をひっくり返した北海道。元川できましたね。長岡ではなくもう一人の18歳以下の代表の元川、まあ、元川よく入れましたよね。途中後半はほとんどボール触ってなくて、なかなか自分のリズムでプレーできてなかったんですけれども、そういう元川を信頼した上島監督、そしてそれをしっかり入れた元川、まあ、北海道にそういうところは分があったのかなという気がします。ただ福岡よくやった、本当によくやりました。序盤は完全に福岡のペースでしたね。いや、最後まで北海道苦しめました福岡。北海道優勝、少年女子では昭和22年以来63年ぶりの優勝となりました北海道。いやー、でも、まあ、北海道勝ちました。北海道も素晴らしかったですけれども、福岡が本当に日本の高校生らしい素晴らしい試合を展開したと思います。
決めた今画面の中心の5番の本川、最後のシュートが今日の4点目でした。後半4点目でした。後半なかなか点が出なかったんですね。そうなんですよ。なかなかね、自分のペースでプレーできなかったんですけれども、まあ、長岡に、マークが集まるということは分かってますから、そこを釣っておきながら本川を選んだという上島さんのやっぱり戦略が勝ったと思いますね。さあ恥ずかしがる上島監督が連れ出されて落とさないでね。3回宙に舞いました北海道上島監督。札幌山の手を率いて40年、全国高校総体で初めての全国のタイトルを取りました。そして札幌山の手としてはこれで高校生のタイトル2つ目、2冠を達成したという形になります。放送席、そして会場にお越しの皆さん、優勝しました北海道の上島正光監督にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最後までどうなるかわからない手に汗握る展開でしたけれども、どんな気持ちでベンチから見つめていらっしゃいましたか？そうですね、状況から言ったら完全に負けパターンだったと思うんですよ。最後によく選手が踏ん張ってくれたと思ってます。はい、一時は最大12点差をつけられる展開、そんな中で追いついて最後逆転できた、この試合の勝因どういうところにあったと考えていますか？まずはですね、内容的には非常に悪い内容で実はスタートしてましたので、うち本来のバスケットができればまだまだ追いつくチャンスはあったので、そういう点では別に焦ってるというようなところは別にありませんでした。はい、最後まで選手を信じてというところでしょうか？そうですね、はい、何かやってくれるだろうと思ってました。優勝しました北海道の町田瑠唯キャプテンです。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最後第4クォーター残り終了間際というところで勝ちました。この勝利、勝った瞬間どんな気持ちでしたか？すごい嬉しかったです。試合序盤から途中相手にリードされる展開で苦しい場面もあったと思います。そんな中で掴んだ勝利、選手たちにとっても大きかったんじゃないですか？はいはい、そうです。高校総体で札幌山手高校で優勝して追われる立場になって臨んだ国体、どんなことを大切にして戦いましたか？まず勝ち負けじゃなくて、まず自分たちのバスケをやろうってことでやってきたので、でも今回は全ての試合自分たちのバスケができなかったのでちょっと悔いはあります。はい、ただそんな中でも最後苦しい中でも勝ちました。すごく今回の大会臨んだ上でこの勝利、優勝大きかったと思います。改めてこの優勝について教えてください。やっぱ自分たちのバスケもできなかったんですけど、この接戦もやっぱいい経験ということで、次のウィンターカップに向けてまた頑張りたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。